はいみなさんこんにちは、えー、レックの吉澤と申しますよろしくお願いします、えー、実は今日ですねあのーえー、一昨年、えー、2020年の、えー、12月の20日あたりからですか、えー、日商簿記の方で、えー、ネット試験というのがスタートしましたで早速ですね私の方も、えー、やっぱりね実際受験、えー、してみようと いうことで、最初にえっ、ー、と2級を受けました。うん、3級2級がネット試験というようなところだったもんですから、まあ、じゃあ2級受けてみようかなっていうような。ところで2級受けましたで、その後で、えー、やっぱり3級も受けた方がいいかなということで3級も受けてきましたね。で、あの日、ー、商簿記の方、えー、今後ネット試験ということになります。と、あのー、合格した時にですね。そのデジタル合格証と。 えったようなものがこのスマホの方にですね入ってくるんですよ。あの普通に試験場で合格した場合に Q R コードこれが発行されるんですけど、それをこう読み取っていただくとこのスマホの方にですねねデジタル合格証ですかいうのが入ってきます。でそれがちょっと別にあの個人情報的なところは隠してますけど、これがちなみに私が受けた時の二級の合格証ですね。 で今、えー、実際皆さん見て頂い,いてるものなんですけど、えー、これが2020年の12月25日に、えー、受けました、ね、で、まあ、こんな感じで、えー、ちょっと印刷したものですあのデジタル合格証スマホに入るんですけどそこに印刷というところがあるんで、まあ、プリントアウトしていただければこんな感じになりますでちなみにこちらが産休、えー、の方ですね その後ですいません受けたもんですから産休が2021年の1月6日でですかここで受験させていたただきましたねでまあそういった意味であの今日はねせっかくの機会ですからあの少なからずまあなかなかあの外部にお話しできないこともあるかなと思うんですけどまあできるだけね率直な感想ということで皆さんにお話しできたらというふうに思います。で あの今回ですねあのこのネット試験に変わっていくっていうんですかねまあ,あのハイブリッド方式というようなところですからあのペーパー試験の方、えー、これはこれで統一試験といいまして、えー、年3回ですか6月と、えー、11月それと2月ですね、えー、この試験は、まあ、従来通りいうふうなことなんですね。で、まあ、普通合格賞ですとよく今まで日照簿記の場合は第何回合格と。 なん感じで入ってたんですけど今回どういうのかななんて思ってたらこちらにあるように、えー、2020年度でですかなな感じで、えー、合格賞の発行とになってました、ねでまあ、前はね3級と2級色違うかななんて思ったんですけどこれ、ね、3級と2級同じような色合い色合い的には変わらないですかね、えー、こんな感じになっちゃってます。 ですけれどもあの、ねまあ、皆さんまずは簿記の初学で考えますと3級の方の受験からスタートするかなというふうに思うんですけどもまずはあの実際にですね私受けて感じたことなんですけどあのそうですね今までのペーパー試験と違うのであのネット試験ですから問題自体がこうデスクトップじゃないですけどこう。 画面に出るわけですよねで今まで、まあ、私もずっとペーパー試験のほう受けてますのでその問題の余白にこうメモを取ったりできたんですけどそれがもちろん画面ですからそこにこうやって書くわけいかないので、えー、その分ですね、まあ、あの計算用紙っていうのが2枚 A4 の用紙配られました。 ねでさらに筆記具これあの私が受けたあのテストセンターだからなのかどうかわかんないんですけど鉛筆じゃなくてボールペンだったんですよねでまあそれこにメモを取って でえーまあ、もちろん計算用紙も提出をするというような状況ですので、えーまあ、ただ問題の脇にメモとかあの、ね、取れませんのでペーパー試験ではないんでだからそこのところが1つであと試験時間が今後あの3級だったら今まで2時間だったものが1時間になりました。 でこれはあの今後の統一試験なんかでもいわゆるペーパー試験の方でもあの2時間ではなく1時間というような具合に、えー、統一されていくわけですね。でまたですから、まあ、そういったことを意識すると私ねちょっと今までずっとペーパー試験に慣れてましたのであの初めて受けた感想としては何て言うんですかね画面がこう前にあるわけですよ。 ね、であの電卓は持ち込んでもらって構わないわけですけどあの下で計算とかしてでこう何ていうの数字とか打ち込まないといけないので、まあ、それがこうパソコンの,あのキーボードで点、まあ、キーがついてましたので、えー、それを点キーを使ってと。っていう感じで点、まあ、キー数字打ち込んで、まあ、エンターを押していただければあの自動的にあの数字はあの入ってくるかなというところです。で あとはいろいろなところでももうあの結構ねアップされてるんで皆さんそれをね見てもらえればいいと思うんですけどあの仕分けの問題とかでも例えば借り方現金貸し方売り上げなんていう取引あるじゃないですか。でそれ以外にもあのなんかだからあの借り方に同じ科目が現金現金とか。 貸し方側になんか同じ科目が2つ入るとかそういうのは取りまとめて回答を出してほしいっていう話みたいですね。であとは問題よく読んでいただいてでまあ従来内容的には従来の話まあもちろん簿記ですから借方と貸し方が変わるわけではないので、まあ、それに従って、まあ、解いていっていただくただネット試験ですからペーパーと違ってこう実際勘定科目を書くとか。 そういう手間がありませんので、まあ、その辺で時間短縮がまあされてくるのかなという気もしなくはないです。ただですね。何気ないんですけど、私ちょっと気になったのは。あの時間が制約されますから、あのその時間っていうのがこう。目の前にカウンターがわ私が受けたテストセンターだからじゃないと思うんですけど、こうちょうど画面の真ん中のところにですね。真ん中下ですか？そこにあの？ あと何分っていうのが出るんですよ。これちょっとドキドキでした。<laughs> あのー、ね。まあ普通にやってれば時間内で当選終わるんだろうという風に思ってはいたんですけど、何気ちょっとね。あ、これやった時にあこのぐらい時間かかるんだな。みたいな。そういうようなあのー、ちょっとね。緊張感じゃないですけど、そういうのはありましたね。ちょっと急がなきゃとかね。うんだから。まあ皆さんぜひですね。あのー。 中身についてはあの、まあ、これねレックの方でも当然あの3級とか2級の教材普通に市販されておりますから、まあ、そういったような教材で、えー、勉強していただいてで、まあ、ある程度、ね、あの受験機会が多いっていう点では本当にネット試験は、まあ、便利性があるのかなと。 もちろんそれをあの、ねえー、就職とか転職とかいった時にあの資格としてね、えー、記入することができるわけですからこれはフルに活用していただきたいと。でまあ、もちろんペーパー試験を、えー、6月とか11月とか2月にですね、えー、これ受けていただくのももちろんいいと思います。であの受験料どっちでも変わらないわけですよ。 でね、もう一つあの私実際こうしテストセンターっていうところ、まあ、今回 CBT の、えー、試験形態を取るわけですね。であのそこってその試験会場行きますよ。ね、テストセンター行くとあの,母規の方だけじゃないわけですよいわゆるそのネット試験いわゆる、えー、とコンピューター、まあ、CBT ってコンピューターベースドテイスティングですか。 いわゆるテストですね。コンピューターベースの試験というようなことなんですけど、あのー、いろんな試験を受けている方がいるんですよ。ねですから、あのー、確か漢字検定とか英語英検とかね。そういったのもえー、受けているっていう感じなんですよ。だもちろん簿記の方もいるとで。まあそのそもそも申し込む時点であのー、いわゆるあ空いてる席パソコンですから自分でね。使うもの。 を予約していいいかないといけなとけんですねであとはちょっと他で聞いた話ですと私のところはあのパソコンの普通にデスクトップがあってキーボードがあってみたいな,な感じだったんですけどあの場所によってはなんか何、えー、ですかノートパソコンみたいなやつでであの外付けのいわゆる点キーですかそういうのを付けてるっていうところもあるみたいです。 だから仕組みそのものは一緒なんですけどただ画面がこうあんまりちょっとキーボードが下の方にあって上の方に画面があるとどうしてもこう目線をね行ったり来たりっていうようなことがあったりするんで、まあ、その辺はやっぱちょっとね、まあ、慣れていただくっていうかあのー、ねまあ簿記に変わりはないので借り方貸し方ただですねあとは、えー、と若干ですね例えば産休で、えーまあ、財務指表とか 皆さんやってますよね、損益計算書とか貸借対象表とかね、まあ、そういったような一つの表を作るとかねえー、ってような時に一応日照ののホームページにも上がってるんですけど基本的にあの仕分けなんかの勘定科目についてはいわゆるプルダウンっていいましてあの借り方の科目貸し方の科目のところにクリックしていただくとあの選択科目が出るんですよ。でそこから、まあ、選んでいただくみたいな。 感じでですすかからいいかなと思うんですけどねただそういう財務諸表とか作ったりする場合には選択択一の部分が今言った仕訳なんかですと科目を選ぶだけれどもあの一部ですねあの何て言うんですか財務諸表なんかで科目を若干あの まあ簡単なところですけど科目を入力していただくとただそこが採点箇所かどうかは正直ね私も分かりませんでしたんでで今までどうしてもそのペーパー試験に慣れてますからあの実際試験場でえ見た時にですねあの試験終わってすすぐなななんんんか自動採点なんですよななんていうの受験生からするとちょっとこう試験終わった後ねちょっと余韻というか。 ね、一休だからいきなりもう何点ボンみたいな合格みたいな感じで出てきちゃうんですねだからまああれはあれでねまあまあ,あのスピーディーなっていうことで言えばいいのかなと思うんですけどもねただまあねそれもですぐにね QR コードで合格証書さっきのじゃないですけど交付というようなことになりますから、まあ、そういう意味でねまあいいって言えばいいんでしょうしね、まあ、何とも言えない感じでしたけどね。 っていうことですね。で、あとちょっとだけ内容の話させていただくと、あの三、ー、級について、まず三級なんですけど、三級については、やっぱりあのー、仕分けっていうのは、やっぱ簿記ですから、大事なんだなと。ですから、あのー、レックでもね、えー、通常使ってます教材で、高速マスターっていう教材があります。えー、普通に市販されております。千円ぐらいのものだったと思うんですけど。 うん一つ一つの仕分けの問題からするとあのそんなに難易度が高いっていう感じの仕分けではありませんでした。うん私個人的にはほとんどまあレックのテキストで言いますと例題のレベルまあそれプラスぐらいのところですかね。であの第一えっと時間が短くなった関係もあるんですけど三級は えと一応これは日商の方でも、えー、公にしてるんですけど大門で3題以内で出しますと大門で3題以内であの、まあ、今後ねもちろん流動的なんだろうと思うんですけどあの第一問がやっぱり仕分けっていうのはどうしても必須かなとで従来の,あの2時間の試験とかですとあの第一問の仕分けの問題ってもう毎回5題だったんですね5題だったんです。 もちろん中身はいろいろなところから出されるというのがありますけどだけどこのネット試験においてこれはもう私が受けた感触としてはあの最初に全部ねダーッとあのなんですか、えー、マウスでね下のまでダーッて見てからやればよかったんですけどもうどんどんなんか打ち込んじゃえみたいな感じでやってたんで気がついたら第一問仕分けの問題が15題出てましたかね。15題です。 ってことは結構いろんな範囲からあの普段基中取引に限らずあの決算絡みの仕分けだったりとか、えー、またはあの最終的に、えー、帳簿の締め切りとかありますよね。でそういった時に、えー、です最後の方まで資本振り替えの話があったりとか、えー、または商標って覚えてます あの領収書とかの絵を見て仕分けをしましょうとかまあそういったいわゆる全体の中からえ仕分けがいろんな範囲を含めて出されると思っていただいた方がいいと思います。第一問ですすねで結構多分それ配点が大きいですで第2問あたりっていうのはやっぱ簿記ですから借り方貸し方ね これはもちろん、あのー、同じ簿記3級例えば私と隣の人も受けてたとしても同じ問題じゃないわけですよ。ね、ですけれどもやっぱりあの一通り簿記の学習をやっていただいてれば当然ね仕分けなら仕分けをやって仕訳帳に書いてとかやります,、ねえー、ますよね。っていうことですから日付相手科目金額みたいに T 勘定記入すると思うんですよ。 で、やっぱりその辺は大事かなと。ただ、あの簿記の試験っていうもの自体が日照に限らず、いろんなあの試験系列あると思うんですよ。まあ、前景だったり前哨だったりですね。あると思うんですけど、あの科目については正直言って、あのまるまる覚えてないとできないかっていう感じではないと思いますね。まあ、少なからず簿記ですから、あのご様子っていうものの区分が。 少なからずできていれば、対応できるんじゃないかなと。資産負債純資産費用収益と。まあ、それ以外にも一時的にということで、その他って分類している現金過不足とかね。貸し倒れ引き当て金とか減価償却累計額。まあ、こういったようなものは資産のマイナス科目と。で、決算の時にですね。最終的に損益勘定と。えなものが使われたりっていうのがあったと思うんですね。ですから。まあ、一通りの学習。 これが終わってれば全然、まあ、問題ないかなただあとは時間的なものですかね時間的なもので大問3題ということですから、まあ、第1問で例えば仕分けの問題出ましたで第2問で例えばですよ例えば勘定記入の問題が出ましたとかでやっぱり決算関係も聞いてくると思うんですよねでそうなるとそのあとは問題の出方次第じゃないですか。 財務諸表の問題で聞いてくるかまたは生産表という形での問題で聞いてくるか、ね、であとはその画面とあの数字を打ち込むで数字弾くのにはどうしても電卓、まあ、利息の計算だったりとかですねまたは減価償却の計算とかでまあ機取得とかあると月割りの計算とかしますもんね。だからそういったところかなと思います。 であとは従来よりも範囲範囲っていうかその時間が短くなる分ですね例えば決算項目従来だったら、えー、10個以上はあったような気がするんですけど、まあ、それが、まあ、ちょっとね項目,項目減ってきたりとかねそれはあるかもしれないです。と、ね、いう感じでまずはね私受けた感想としてはそんな感じで焦ることはないと思いますね。ただあのくれぐれぐも仕分け力はぜひ しっかりと抑えていただいた方がやっぱりいいと思いますね。それが私のまずは3級受けた感想ですねで次に第2級ですか2級の話なんですけどこの2級に関してはあのまあもともとのペーパー試験場もあの全部で5台でしたんでんすねでそのうち3台が商業簿記で2台が工業簿記と。 っていう出題なんですけどそのスタイルは基本的には、まあ、今後ね分かんないですけど流動的なところないとは言わないですけど、まあ、でもねあの2級の範囲自体があの従来通りの、えー、試験範囲でそのまんまペーパー試験から、まあ、ネット試験を並行していくというようなことですから、まあ、そういう意味ではあの従来の範囲これを学習してっていただければ、まあ、問題ないのかなと。で まあむちゃくちゃじゃあ工業簿記難しいのかなとかね、えー、言われちゃうと、うんまあ今後ねやっぱ問題の、ねえー、質なんかの改良とかねいうのはあると思うんですけどただ少なからず画面にメモはできませんのでこう、ね、メモはできないですから、まあ、そういったようなことを考えて、まあ、作文はされてるのかなという気はしますね。ねですから、あのー まあ従来版の、えー、それのまあネット試験版になったっていうようなところですね。であとは問題よく読んでいただくとあの表なんかを作ったりする。まあ例えば、えー、商業簿記とかで表なんかを作りますなんて言ったときにはあのあえてこの部分はあの何でろう問題文ちゃんと読んでいただくとあのこの部分はあの。 どうなりますっていうかその配点がどうとかようなことも書いてあったりすることもあると思うんですね。ですからくれぐれもできるだけ配点に結びつくようなところにあの時間を、えー、割いてっていただくとようなところですね。これあのよくあの三級でも二級でもそうなんですけど例えばあの生産表とかやってるとあの一生懸命あの修正記入欄 一生懸命書いてるっていう方とかいると思うんですね。だけどあの何のために決算項目やってるかってことをよく考えた方がいいです。最終的に PL とか BS に載っける数字を弾くっていうことが一番の目的ですからね。そういった意味で重要性はあのねどこを数字を取ったらいいんだろう埋めてったらいいんだろうとまあなんつっても時間制約ある内容ですからね。その辺気をつけていただくといいと思います。 で、あとは、これはもちろんね、あの試験範囲として、当然、あの公表されてる話ですけど。くれぐれもですね、あの、やっぱり、あの二級の商業簿記においては。連結会計は、重要性、高いと思ってください。連結会計は、重要性、高いんじゃないかなと。っていうことですね。ですから、まあ、どうしても二級になりますと、あの商業簿記の。 内内容容と工業簿記の内容で全体で70点以上の合格というようなことになりますからやっぱどうしてもね学習ののバランスっていううも重要性あると思うんですねですけれどもあの工業簿記の方がそんなにね従来に比べると範囲が変わってるわけではありませんので難易度的には、まあ、私個人的なところありますけど工業簿記はしっかり点取っていただく。で商業簿記も、まあ、第一問 えー、仕分けの問題、まあ、従来版通りですねだいたい5台とかいう主体だったりしますからその辺はしっかりと、まあ、3級と一緒で科目は選択していただくみたいなところですからねであとは商業簿記の第2問第3問ですねこの辺でやっぱり、えー、戸惑っちゃうっていうといけないと思います。でですすから、まあ、ぜひですねねあのーね そういうい場合には問題一通りあのページをめくるところをクリックしていただくとあのどんどんね先のページ見れますからだから先に工業募金やっちゃうとかまたは第一問の仕分けをやっちゃうとか、まあ、そういったようなところでえ時間配分これ特に気をつけていただくというところですね、まあ、あとはあのくれぐれもあのこのカウンター時間がねこう落ちていくんですよだからそこのところでちょっと焦っちゃうとかね、まあ、そういうのはあるかなと思いますから。 まあそこぜひですね、えー、気をつけていただいて一、まあ、人でも多くの方ですね、まあ、日照簿記3級2級ですね、えー、合格していただけたらいいんじゃないかなと。で、まあ、特にその今までだったら年3回の受験機会というのがもう決まっててそこに合わせてみたいな感じですけど今後はネット試験となるとあの自分である程度学習が終わった段階でじゃあチャレンジしようかなと。 いうようなところですから、結構自分の自己管理能力じゃないですけどね、えー、スケジュール管理、まあ、そういったようなところで学習進路を抑、えー、えていただいて、で自分であこの辺で受けようかなみたいなね、えー、そういった計画を持っていただくのがいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあぜひですね、あの皆さん勉強していただくときにいろいろな方からね言われると思うんですよ。あのぜひ努力は報われるって言われる方います。 私は違うと思うんです。努力が報われるんじゃなくて、報われるために努力をすると、そういう意識をぜひ持っていただいた方がいいです。どういうふうにしたら合格できるんだろう、合格するためにはどういうふうにしたらいいんだろうっていうような感じで、スケジュールを組んでいただくといいんじゃないかなと思います。ただただ時間でね、あの、勉強してて、そろそろ受けようかな。 いうとうやっぱりね、えー、意外に、えー、落とし穴じゃないですけどしくじっちゃうっていうこともあると思いますんであくまでも合格をするするためにはどうしたらいいんだろうっていうような感じで、えー、スケジュールをね組んでいただくといいんじゃないかなというふうに思います。ねまあ、ぜひですねといらいたただけたらい,いかなと思います。ね ということで、えー、今日のガイダンスというか、えー、まあ試験感想ですね、ネット試験の感想としてはここまでにしたいと思います。じゃあ終わりましょう。どうもお疲れ様でした。